はい、東京駅にね、彼女をね、迎えに来てるんですが、なぜか、ね、荷物は先にあるという不思議な状態ですね。はい、まあ、それはね、また別な動画に投稿すると思うんで、とりあえずあと2時間ぐらいで着くみたいなんでね、待ちましょう。あとね、10分ぐらいかな。で、彼女はね、到着しますんで、お迎えしたいと思います。寒い、人が少ないね、この時間だと。今ね、9時半です。9時40分の電車、新幹線来ますんで、楽しみです。はい、ではね、時間的にもう着いたんでね、40分になりました。さあ、来ますでしょうか。結構ね、この時間帯ね、もう人があんまりいないからね、逆に寒いですね、すごい。普通に外の気温と、まあ、あんま変わらないって言い過ぎだけど、結構寒いですね。あそこもね、14、15だと思うんだよな。あ、そっか、男性も違う可能性あるのか。多分ね、ここで合ってるはずなんですよ。おっと、あれですね。ちょっとマスクしてないからちょっと伏せとくか。あれ、なんでマスクしてないの。まあいいけどさ、髪染めた、綺麗じゃん。疲れた。本当に疲れた。よかったね。でも本当、なんかお前臭い、香水つけてる。香水つけてない。俺が香水つけるわけないだろ。じゃあなんか臭い。あ、でも隣、さっき座ってた時、隣にすごい外国の人いたわ。あ、それ、うん、なんか外国人臭い。お前マジか。俺香水持ってすらいないのに。あ、香水持って帰ってきた、忘れた。あ、そう。で、行きますか。はい、じゃあ無事着きました。お帰り。はい、じゃあ移動しましょう。はい、ということでね、帰ってまいりました。おかえりなさい。ただいま。疲れた。寒い。はい、何、お土産あるでしょ。早速だけども。早速やな。いや、もうそれしかないでしょ。どれからしようかな。一回まあ全部見してよ。お、大阪名物ですか。はい、大阪名物ですね。これはもう、じゃがりこたこ焼き味。ねえ、いいですね。ソースマヨ風味8袋入り。はいはいはい。これは何？マヨおかき。おかき。マヨおかき。へえ、これは何？有名？まあ、大阪限定で書いてある。マヨおかき。ふふ。これはちょっと後で。これはちょっと後で。あ、そう。あれ？ 3 つだけ？ 3 つ。あ、そう。いや、ありがとうね。もう気ぃ使わなくてよかったのに。どうやって開けんの。友達が買ってんけどな。お前、え、お前じゃないの。ええ、お前じゃないの。友達。それ俺になの。違うでしょ。二人で食べていいよっつってた。あ、そうなの。お前、ちょっといいならいいけど。あ、で、あなた様はお土産ないわけですね。買ってない。まあまあ別にいいって言ったし、忙しかったしね、いろいろあったから。まあまあしょうがないしょうがない。はい、ということでね、じゃあ早速、じゃあお友達ね、彼女のお友達からのお土産ということで、まあね、大阪名物じゃがりこ、俺ね、これは食べたことないわ。いろんなじゃがりこ食ったことあるけど、これはないな。なんかね、大阪行くと別に違うもの買ってる気がする。これどうやって開けるの。どれが正しい、どうやって開けるの正しい。あ、来た来た来た。友達はこれをおすすめする。これ？あ、そう。自分でも買ってた。マジで？あげる用と家で食べる用。はい、じゃあね、こんな感じですね。もうね、これは何？例えば大阪とか空港とか駅でしか売ってないの？普通にコンビニとかで売ってないの？これ。駅かな。あ、じゃあ大阪の人も別に逆にあんま食ってない感じ。うん、たこ焼き味ソースマヨ風味ということですね。これ開けて。はい、
まあ通常のね、あのなんていうの、カップラーメンみたいなカップのやつとは違くて短めのやつですね。本当に なんて例えればいいんだろう、小枝ぐらい。そうやな。あーすごい、もう匂いはね、たこ焼きのソースの匂い。いただきます。うん、でこう食べてこうもぐもぐしてるとたこ焼きの風味もすごいですし、あのね、ほのかにこうマヨネーズの香りを感じます。これ、あ、これ美味しい。うん、でこの小分けになってるのいいね。うん、あ、美味しい。でもちょっと待って、これマヨネーズなのにさ、こっちもマヨネーズなんだらしいよでもやっぱ大阪の人ってマヨネーズ好きだよね。マヨネーズ美味しいもん。はい、じゃあこっちね、大阪限定マヨおかき。マヨおかきって言ってんのにさ、わざわざここにマヨネーズ味書いてあるんだよね。そりゃそうだろうっていう。マヨおかき小さいやったら困るでしょ。はい、開けましたよ。で、パッケージはこれ何？なんか有名なキャラクターなの？知らん。え、知らないのマヨネーズから生まれたマヨ、大の仲良し、マヨの友達、え、ロニー、あ、これロニー、ロニーとジャガ、え、ジャガなのこいつ、たこ焼きじゃないの。はい、じゃあいろんなね、こう絵が描かれてますね。こうやってこれ同じだ。あ、同じか。全部違う。あ、違うかわいい。こうやってね、なんか違ったこうキャラクターが描かれてますね。かわいい。はい、じゃあいただきます。これおかきだからおせんべいってことなんだよね。あ、すごい、あのね、マヨネーズが強い。すごい、あの これはね、じゃがりこはソースが強くて、まあふんわりマヨネーズだけど、これはもうね、あのマヨって感じだから、マヨネーズ苦手な人はね、もしかしたらダメかもしれない、これ。あ、でもね、食べてみるとおかきだね。あのね、塩気がすごい強いから、それでマヨネーズの風味が結構飛ぶ。食べるとね、嗅ぐ、こうやって匂い嗅ぐとマヨネーズなんだけど。はい、じゃあね、お友達からお土産ということで、じゃがりこたこ焼き味と、これは何だっけ、マヨおかきか、いただきました。これね、ほんと両方とも美味しいですね。あと1個ある。あ、これはな、うん、かわいいな思って買ったらしい。あ、待って待って、これもこれもお友達、これもお友達。実はありましたじゃなくてね。そう、あ、そういうことね。はいはい、すべてお友達、すべてお友達ね。はいはい、 SNS で帰るから送り迎えしてくれへんかな言うて、ああ、帰るから今度誰か来てくれねえかなみたいな言ったら来てくれたの。そう、優しいお友達ですね。本当に大事にしたいと思う。神様だね。神見てるから。あ、本当に美味しかった。両方とも美味しかったです。ありがとうございます。いいよいいよ。何、勝った、勝った。はい、ということでね、開きました。開きました。はいはいはい、まずまたパッケージ見して。パッケージ見したら面白くない。あ、そうなの。いきなり開けちゃう。まあ、こういった感じなんですよ、中身は。え、あ、なに、カップにぶら下がるの。そう、かわいい。これ見えるかな。なに、お茶のお供的な。そう、くつろぎタイム。あー、へえ、かわいい。で、トラなんだ。で、トラカップって名前。へえ、かわいい。トラカップ。クッキーかな？クッキーだね。じゃあ、いただきたいと思います。匂いはね、普通のあのバタークッキーにチョコレートがかかってるから、やつですね。うん、おいしい。ただ何？これ、トラ、あ、阪神のトラってことか。多分な。はい、ということで3種類ともね、マヨネーズ、たこ焼きで阪神本当に大阪尽くしのねお土産でした。彼女にっていうことでもらったり、わざわざね、もう申し訳ない、もらってしまって俺はてっきり彼女がね買ってくれたもんだと思ったから、うわーなんだよね、いらないいらないって言ったけど、なんだ買ってくれたのかって思っててね、ぬか喜びしてましたから。でもね、2人でということで、ね、美味しくいただきました。ありがとうございました、本当にね。はい、ということでね、彼女も無事帰ってまいりましたので、これからまたね、彼女と一緒に、まあ、動画と生放送できたらなと思います。では最後までご視聴いただいてありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたしますね。他にもこういうね、ご当地のお土産とかもね、
意外性のあるものが多いんでね、いろいろ紹介できたらなと思います。食いすぎじゃね、マヨおかきだから一番止まんなくなるよな。おすすめしてて一番これは美味しい本当に。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。